はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、事後届出と助言勧告について解説します。事後届出をした後、助言だったりとか勧告を受ける場合があるんですね。つまり知事が届出をした人に対して助言っていうのは、まあ、アドバイスっていったイメージです。知事がアドバイスをしたり、また知事が勧告、まあ、これは注意っていったイメージですね。注意をしたりすることができるんですね。なんでその点をちょっと解説していきます。で、まず助言についてはこれは事後届でのみ対象で、事前届での場合はこの助言制度ってないんですね。事後届でをした場合に限って助言制度が適用されます。で、まあ、これについては、まあ、土地の利用目的を対象としていて、まあ、何かしらアドバイスが来る場合がありますよってことですね。まあ、これそれほど内容的には気にしなくて大丈夫です。事後届出があった後に、まあ、届出をしてきた人、つまり、まあ、その土地の購入者とかですよね。購入者とかに対して、この土地の利用目的、今現状は商業施設として使うっていうことだけれども、まあ、これを、まあ、宅地にした方がいいんじゃないですか、みたいな感じで届出してきた人、まあ、これから土地を使う人に対して、まあ、アドバイスをすることができるということですね。また勧告っていう制度もあって、まあ、勧告っていうのは、まあ、助言よりもちょっと厳しい言い方です。助言はアドバイスなんですけども、勧告っていうのは注意なんですよ。で、これっていうのは原則届出がされた後3週間以内に勧告することができます。これも土地の利用目的について勧告ができるんですね。先ほどの事例で言ったら商業施設を作るって言ってたけども、これ宅地にしてくださいよっていうふうに注意をするイメージなんですね。まあ、ただこれ後でもお伝えするんですけども、この勧告っていうのは従ってもいいし従わなくてもいいんですよ。だから勧告に従う義務っていうのはないんですね。あくまでも任意です。で、知事は届出後3週間以内に勧告することができるんですけども、この3週間っていうのは合理的な理由があればプラス3週間延長することができるんですね。まあ、例えば、大地震があったりして土地の利用目的などを審査するのに時間がかかっているとか、まあ、そういった場合です。まあ、そういった場合はプラス3週間。なので合計すると6週間ですね。6週間以内に勧告することができるということになります。で、ちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、事後届がされますよね。で、そしたら知事っていうのは助言をしたり、または勧告をしたり、または何もしない。まあ、こういった選択肢があるんですよ。で、まず助言については、もうこれ別に従わなくてもいいし、従ってもいいです。まあ、どっちでも何ら影響はないんですね。で、一方で勧告があった場合については、従わないとこれ公表されるんですよ。まあ、例えばホームページに載ったりとか、この人は、勧告に従いませんでした、みたいな感じで、ホームページに載ったりするんですね。で、じゃあ従ったらどうなるのかっていうと、従った場合、知事は処分についての斡旋等の措置を取るよう努めなければならないんですね。これどういうことかというと、購入者に対して現在は商業施設として使おうとしているけれども、これ宅地として使ってくださいよって勧告しました。で、まあ、飼い主は分かりました、商業施設としては使えませんみたいな感じで、まあ、勧告に従うわけですよね。ただその飼い主が宅地として土地を利用することを考えていないっていうのであれば、これまた別の人に売らなきゃいけないわけじゃないですか。なんでそういった場合は知事っていうのは、これ処分っていうのはまあ売却って考えてもらっていいです。まあ、売却についての斡旋、つまり売却先を探すとか、まあ、そういったことをするよう努めなければいけないっていうことなんですね。で、これ努めなければいけないって話なんで、これ必ずしも知事が購入先を見つけなければならないっていうわけじゃないんですよ。これあくまでもこれ努力義務なので、まあ、頑張ればいいっていう話なんですね。まあ、なので知事としては、まあ、購入者求めますみたいなことをホームページで書いたらもうそれで十分だって言ったイメージなんですよ。なのでまあ購入者としてはこれなかなか厳しいですよね。従わなかったら公表されるし、従ったとしても知事はまあ処分先を見つけてくれるわけじゃなくて、まあ、あくまでも努力義務だから見つからない可能性があるということだから、まあ、勧告があった場合、まあ、どっちにするか、なかなかまあ厳しいところですよね。まあ、その購入者が別に宅地でもいいですよと、じゃあ宅地にしますよっていうのであれば、まあ、問題はないんですけども、そうじゃなかったらなかなか厳しい判断になるのかな、といった感じです。まあ、とりあえずは、事後届出があった後は助言されるかもしれないし、まあ、勧告されるかもしれませんよっていうことをまず押さえておいて、
勧告については原則届け出した後3週間以内に知事は勧告することができますよ。まあ、ただ合理的な理由があったらプラス3週間延長できますよ。で、勧告に従わなかった場合はこれ公表されますよ。従った場合については知事は処分についての斡旋等の措置を取るよう努めなければならないよ。まあ、ここまでですね、ちゃんと頭に入れていただければ大丈夫です。まあ、それほど難しい内容ではないので、まあ、何度か動画見ていただいてそのまま頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。